おはようございます。新しいのが来た。戦ってくれるのかな。アキンド、なんかやばそうなやつだな。オレガノ、まだ来る。3匹トレード、なんかトレードしてくれるのかな。気球が来た。でっかい気球、ボロボロじゃないか。こんなんにすごいお金買わされて。さあ、今日もやることは同じだ。まずはみんなに朝の牛乳を、ポポミルクを配っていきましょう。プレゼント、ミルクだよ、おいしいよ。なんだ、レベル1か。まだ奥にもいる。プレゼントだよ、ポポミルクだよ、おいしいよ。レベル1か。喜んでるかどうかも分かんない。サングラスしてるから。なんだ？それだけ？ポポミルクだよ。とりあえずみんな25ずつ上がっていく。もっといいのあげればいいんだけどな。プレゼント、いや、みんな25ずつ上げていくか。もっと上がればいいのにな。プレゼント、ポポミルクがどんどんなくなっていく。ありがとね。はいはい。プレゼント、結構高いぞ、レベルが。少年には意志が少ないな。少年には骨がないぞ。ブーメラン高いしな。少年には意志でいいや。意志あげよう。ただ意志は剣士の方が良かったな。レベルが上がったぞ。村長少な。ミルクでいいや。朝の牛乳は大事だよ。朝の牛乳は大事だよ。でもポポだから牛乳じゃないんだな。ランク上がった。プレゼント、はい。女の人だからさつまいもあげよう。すごい喜んでんな。3000あるわ。まだランク上げれるぞ。ランクまだまだ上がる。3回ができても。3回上げとこう。樽の蓋。また怒ってる。どうしたんだ。なんで怒ってるんだ。おや、なんか来てる。なんだ。まだまだ田舎。ちぃ、十分大きくなってきてるじゃないか。まだ田舎というか。違う、持ち上げるじゃない。取らせろ。プレゼント、青年か。何あげよう。朝のミルクだな。やっぱり朝はミルクだ。うん、ミルクを飲もう。また燃えないゴミだ。これどうすんだ。まあ待て、ミルクでも飲んでいけ。さつまいもあげればよかったな。女の子だからさつまいもあげよう。
おお、すごい増える増える。歌い出した。お、モテモテか。モテモテの君にはいいのがないな。ミルクだ、ミルク全然増えない。これいつまでやるんだろう俺。そろそろワンパターンすぎてちょっとしんどくなってきた。強すぎると思ってる。自称強い、自称強いは弱いんだよ。自称強いとか自称ゲームが上手いとかはあんまり強くなかったり上手くなかったりする。プレゼント。さあこの石で戦ってくれたまえ。ふう、まだまだだ。また燃えないゴミだ。毎朝毎朝これを繰り返す。石がもうない。お姉さんにはさつまいも。これよ。すごい喜んでんな、さつまいもで。好きなのか、そうなのか。さつまいも、そんな好きか。またプーギーがある。全然ダメだ。解毒とか、お、毒天狗あるじゃないか。これ、飛ばせないのかな。飛ばせないな。これで、揃ったんじゃないか。ピンピン。もうもう持ち上げてポイッとして、ここに芋を置けない。乗るぜ、走れ。走って走って。こっちの方が早いな。出てきたでー。あと一匹、まだか。また明日さつまいもを置きに行かないと。そうか、さつまいもここでも使うのか。よし、じゃあさつまいもを掘りに行くか。ポンポンってポン。さつまいもっぽいのがない。菜の花臭い。さつまいもっぽいこれだろ。ポン。菜の花臭いばっかりだ。さつまいも来た。ポンポンポン。同じのばっかりしか出ないぞ。ポン。よし、さつまいもいい感じに出だした。霜降りトマト。あの花臭いはいらない。さつまいも出ろ、さつまいも出ろ。出られた。もういいか。だよ、少年。少年にあげるものがもうない。ミルクあげとこう。25しか増えないけど、まあいいや。女の子にはさつまいも。あれ、あんまり増えないな。今日やばくない。おっさんにはミルクだ。ほら、やるよ。男か女か分かんない。そんな時はミルクだ。お、レベル上がった。
ポン。もっといいのないんかな。ここは絶対さつまいも出ないんだな。菜の花臭いはどこでも出るの。仕切る仕切る。もしかして仲良くなったらいいのが出たりするのかな。じゃあ黄金あげとこう。めっちゃ増えた。なんで俺怒ってんだ。多分横とか当たって勝手に怒ってるんだな。猛烈だ。これで1人100ぐらい上がるぞ。マタタビ系は両方でいいのかな。なんか落ちる。空き瓶が落ちる。空き瓶取ろう。あの空き瓶を取るんだ。調べる。なんだ。ポン。手紙が入っている。呼んでくれた方、釣りの餌を瓶に入れて海に投げてくれ。はい、ほいっとな。そのうち戻ってくるのかな。ゴミを捨てるんじゃない。海にゴミを捨てるんじゃない。ほらミルクだよ。お、上がった。ここだよ、ロマンの男。ロマンの男にはミルクだ。ミルクがもうない。何寝てんだ。レベル6もあるぞ。仲良しと少年、6もあるのにどうしてそんな寝てるんだ。これが好きか。じゃあこれをあげよう。7になった。一体いくつまで上がるんだろう。20ぐらいまであるのかな。また寝た。黄金落ちてないかな。なんだ？あ、次か。黄金落ちてないな。いい魚もいないし。じゃあ次に行くか。お、なんか来た。ポポがいるー。そうだね、おいしいよ。ありがてえ。ミルクさんがミルクをしてくれるぞ。ありがてえや。じゃあ早速ミルクさんにはミルクをプレゼントするものがないから、ポポミルクを取ります。ポポポミルクをあげようかな、せっかくだからな。ポポポミルクを出せ。ポポポミルクを出せ。出さない気だな、こいつ。出さないとお肉にして食べちゃうぞ。出してくれない。こっちだ。ミルク出してお願い。今日は出ない日かな。今日は出ないの。そんなことはない。クソ、見てやる。3もあるから大丈夫じゃないか。昨日出しすぎちゃって今日は出ないの。そんなことはない。どんだけ絞り取る気だ。どんだけ絞り取る気だ。もう出てよ。頼むよ、ポポポミルクを。おいしいおいしいポポポミルクをくれ。時間が過ぎていく。とっても過ぎていく。ポポミルクしか出ない。いい加減にしろ。いい加減に出すんだ。さあ出すんだ。さあ出すんだ。出た出た。まだ美味しいポポポミルクだよ。とっても美味しいよ。はい、飲んでみ。これだね、100も。
よかったね。美味しいポポポミルクだよ。取り立てだよ。300万。じゃあさつまいもをくれてあげるよ。30しか増えない。マジで。俺のさつまいもが、もしかしてオスだったあの子。もう一個ポポポを出そう。時間がすごい増えてるんじゃない。残り時間がどんどん減っていく。一日の半分くらいまで来たらクエストに行く。これが日課です。もういいや、出ない。プレゼントだぜ。女の子だぜ。女の子ならさつまいもだ。さあこれでも食って喜べ。30しか増えないと。そんな好きじゃないのか。ミルクの方が良かったな。ほらおっさんたち、これをあげよう。なんかすごいレベルが高いな。ありがとうよ。じゃあもっといいのくれよ。少年には謎の方にあげよう。うわすっごい喜んでるよ。これはすごいにゃすごいにゃ。じゃあもっと働いてくれ。もうあげるのがないんだよ。これよ。わ、喜んでる。こんなんでよかったの？ほら、プレゼントだ。団長も、これをあげよう。すごい喜んでる。すっごい喜んでるぞ。アンバーさん、女の子なんだよな。レベル7もあるな。7もあるから、猛烈松旅をあげよう。嬉しいわ、嬉しいわ。そうか、全然増えなかったな。お、やった、出た。あれは男の戦士たちに使えるんだ。きっと攻略サイトとかで見ると、この子には何をあげたらいいとか書いてるのかな。こんなゲームの攻略サイトないのかな。わからないけど、俺は見ないぞ。おい、出せ、いいやつを出せ。出ないな。どこで伝えてもしようかな。こっちの方がいいんじゃないか。こっちの方がいいぞ。もっと出せ、もっと出せ。ここいいな。ここいいな。ここだな。次からここで取りまくるぜ。よし、明日の分にはなったぞ。ギルドの中に行くか。ギルドの中に行って。なんかいた。ぬははは、は今日はなんだ。え、ハンターの心へ。プレゼントだ。8もある。じゃあここでグレートを渡そう。グレートを渡すとどうなるのか。キュイーン、ウォーフ、キュッ、マックスになった。受付嬢と仲良くなりました。プレゼントですの受付嬢の服をもらったぞ。ここまであげんとダメなのか。ほら服持ってるぞ。いっぱいって1個しかないけどな。衣装係、メニュー、着替える、預ける、着替える。ひょー、可愛くなったよ。お揃いだよ。じゃあこっちはさつまいもあげとこう。これでも食べて喜んでて。あんまり飲みたい。畜生、牛乳あげればよかった。黒にこの服似合ってないな。プレゼントだよ。
でしか。あれ、虫取り行ってないな。しまった、虫取りに行くの忘れてた。朝の牛乳は全然増えない。朝の牛乳はダメか、情報や。でも朝の牛乳は欠かせない。朝の牛乳を飲むんだ。はい、朝の牛乳だよ。25しか増えない。タリアのおっさんにはこれだ。これを爆弾、これで爆弾を作ってくれ。あんまり飲みなかったな。なんか3人になってる。何でも口にすんのか。じゃあ、うんこあげんとこ。うんこを口にしたらもったいない。じゃあポップミルクを飲んでくれたまえ。また25だろ。あら奥さん、さつまいもでも食べてて。あんまり増えない。さつまいも嫌いか。そうか、ミルク料理を作ってくれたまえ。増えないの。虫取りホリホリしてプレゼントするだけで半日過ぎる。なんという。虫集めが好きか。じゃあ大七星あげよう。おお、めっちゃ増えてる。よかったな、いい虫が取れたぞ。プレゼントだ。虫が好きか。じゃあ大七星あげよう。虫が好きっていうだけあるから、虫をあげるとそんなに喜ぶのか。虫が好きか。じゃあ大七星をあげよう。あれ、あんまり増えなかったな。大七星俺が自分に取った気がしないから、もしかしたらこの子たちが必死に取ったやつを返してるんじゃないか。抜け殻とかしかないし。なんなんだよここは。何も出ないじゃないか。ゴミしか出ない。ゴミしか出ないであります。今日はゴミしか出ない日でありますか。ちくしょう、何も出ない。全然出ない、全然出ないから。連打するだけの簡単。大七星が出た。ポン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 取って、取るけど取るけど。あげた分をどうせ減らす。あげた分を回収しておく。よし、出た。さあ、これで全員にあげたかな。さあ、行くか、新しいクエストへ。クエスト行きまーす。なんかやばいやつがある。あ、でもブルファンゴ3匹か。ヤンクック行ってみようかな。メンバー編集、メンバーみんな腹減ってる。またか。キッチン、スネークサーモンとか持ってないしな。こんなん絶対無理じゃないか。卵とかどこで取るんだよ。ポポポミルクとかぶったまげたな。回復したけど。まだいける。もう霜降りトマトがないよ。思い出した。ちょっと交換に行ってきて。メニュー結果、ペタリンゴ。
さあどこに行こうかな。モンスターの糞。ここ行っててもらおうか。さあ行ってらっしゃい。もうないのか。あ、全部行けるのか。全部行ってこい。行ってこい。一人で行くのか。ハリマグロないけど行ってこい。よし、なくなった。明日になったらいっぱい来るのかな。さあ、行くか。上位クエスト。浮きかけてヤンクック。さあ、行けるかな。さあ、行けるかな。ヤンクックと戦うんだからランク高いの。料理いらんかった。料理はあかんかった。音楽？アタッカー高いな。アタック高いぞ。2しかないのに。やる気満々だな。忍者にしよう。高いと思ったら7もある。そりゃそうか。よし、これでいくぞ。このチームで出発。行ってきます。ヤンクックか。大型モンスターだぞ。倒せるかな。ツッコミ。今回は暑くないから体力の減りも少ないだろう。とりあえず入るか。間違えた。待て。危ねえ。戦いに行くところだった。戦いに行ったら速攻負ける。ふう、怖い。やったー。あれは結構いいぞ。ペピン。美味しいぞ。食べるぞ。やばい。襲ってくる。ぶっ飛ばせ。ぼこれ。ベコベコ。うわ、まだ戦ってる。取るか。まさかの連続攻撃。ランゴスターもびっくりしただろうな。俺遠くにいるのに急に襲われたみたいな。お、卵だ。よし、この卵パクろうぜ。クリ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 。カルチャーショック。卵ゲット。よし、大脱走だ。ヤンクックだ。逃げろ。どうすんだ。やばい。逃げろ。危ない。よし、今だ。残ってみようか。ベコ。あれ、なんか余裕で戦えてない。これヤンコック弱い。うわ、尻尾アタックか。僕で逃げていった。逃がすな、おえー、逃がすな。僕で。逃げようとしてる。間違えた。そんなこっそり行かなくていいよ。もしかしたら逃げるんじゃないか、こいつ。うわ、ひでえ。逃げろ。大声で叫んだのか。一回潜るぞ。みんな逃げろ。みんな逃げ。あれ、もしかしてバカじゃないか、こいつは。一回潜れ。ダメだった。よし。潜れ。
後ろからも来るんだ。ペコペコ、後ろから、後ろからペコペコペコ。ひたすら普通にゴリ押しするだけでいいんじゃないのこれ。めっちゃ弱かった。ゴリ押しで普通に勝てるじゃないか。耳を剥ぎ取った。ちょっと寝るか。クリーンクリーンクリーン。よし起きたぞ。もう一回僕で。あ、弱っていってしまった。いや弱かったな。ヤンクックヤンクックはアイルにすら勝てないのか。先生ヤンクック先生、アイルにボコボコされてるじゃないか。ヒャッホーヒャッホーヒャッホー。しっぽが美味しいな。仲良くなった。ビリビリはやばいぞ。ビリビリということはフルフルとかいいのかな。なんだい、それはポカポカの卵ですね。よし持っていくか。まだ全然時間経ってないし、ドクテングだけを取りに行くか。ポカポカしたところに行きます。置きます。ポイッとな。じゃあまたね、また来るよ。もう一個クエストいける。達成済みでどれだったかな。女王様だったかな。女王様行きたくない。あ、でも女王様か。しまったな。女王様をでも倒すのも嫌だ。どっかにあるだろう。この辺のやつは適当に行って。みんな苦しんでる。魚魚料理しろ。料理。気球、なんだこの気球って。適当でいいや。適当な人たちを適当に。音楽隊いたいた。なんだこれ130って。あ、番号か。このチームで出発。チームが2つもできてしまった。眠気に負けずに釣りをするだけだから簡単だろ。さあ行け、釣りだ、釣りをするんだ。よし、彼、誰か寝るかもしれないけど彼。よし、彼だ。食べとけ。カルチャーショック、なんだ。ドキドキの子を焼いたらビビった。虫、これ虫か。やった、なんか虫が取れるぞ。何が出た、レアか。キラービートルが出た。ゴミ箱ポイのポイポイのポイよ。ゴミ箱ポイポイのポイよ。魚だ。いや、やめて。敵さんゴール、敵さんゴール。ちょっとぶっ飛ばせてめえ。よくも違う。スネークサーモンだ。うん、寝すぎ。食べとけ食べとけ。ドキドキ食かもしれない。また焼く。
また焼くからこんなことになる。食べれないじゃないか。また出た。無視して走り切ってまおうぜ。戦え。とりあえず倒せ。そしてドキドキの子を取るんだ。あ、ドクティングダグだった。ドクティングだけ。これで3個あるから仲間できるはずだ。その前に魚を取らないと。またかよ。ぽいぽいのぽいよ。戦え。ボコれ。ボコってしまえ。ボコ。そうはさせない。無視だ。無視でいい。取らなくていい。こっちは取らないのか。あ、結局、間違えて取ってしまった。虫が欲しいんだ、虫が。何が取れるかな？キタビートリだ。ぽいぽいしよう、ぽいぽい。ゴミ箱ぽいぽいのぽいよ。ゴミ箱ぽいぽいのぽいよ。狩ろうぜ、せっかくいいのが、ね。クレヨンしんちゃんにも出てきたな、そういえば。ひたすらゴミ箱ぽいぽいのぽいよって言いまくってた。魚だ。釣れ。釣りができる。これ。なんだこれ。守りか。忍耐の種か。食べてみよう。どうなるかな。また焼くのかな。粉々になるかな。そりゃそうだよ。突っ込め、いいや。やった。僕れ。ベコ。強い。アタッカーがいないから強い。忍耐の種はこんなに、いや、あかん、待て。忍耐の種は売れるはずだ。全部取って売るんだ。もう一個。全部打ってポイントにしたらいいんだな。ぽいぽいのぽいよ。それはあかん。ドクティングだけは持って帰るんだ。違うよ。よかった。出てってよかった。さあゴールだ。お魚取ったし、ゴールすっか。またあった。最後にもう一個。そりゃそうだよ。二個しか取れなかったらもったいない。チョキン、スネークさん。さあ帰ろう。さあゴールだ。さあ今日も宴会して寝ようか。にゃー。あ、連打してもた。ババコンガ。まだ時間はな、大丈夫だな。早く。ババ。よし、これだ。そしてポイントを売る。忍耐とかいっぱい取ったからな。売らないと。こちら違う。忍耐の種。なんじゃこりゃ。4つもある。メラメラナッツ使わないし。
忍耐もそれなりで売れるぞ。怪力もそれなりで売れるぞ。蜂蜜とかも売るしかないんかな。しまった、どっかで使うかもしれない。メニュー拡張だ。全部しても余裕じゃないか。やるよ。拡張拡張、どんどん拡張、どんどん拡張。さあ今日も宴会して寝るか。おいしいおいしい宴会だ。宴会だ宴会だ。看板娘来ても意味ないな。収穫激辛人参とか下がめんないけど、さつまいも2個か。あんまりいいのないな。拡散デメキポンポン叩いてる。でも明日拡張いっぱいされるからね。さあ宴会だ。前回と同じだったりして、俺だ、俺がぐるぐる回ってる。やにゃーん、でっかいやつだぞー。重量儀、受付嬢が重量儀してた。あ、受付嬢か、看板娘じゃないか。あれ看板娘か、どっちだ。看板娘だった。みんなレベルポンポン上がっていくな。6になった。いい感じに上がっていくぞ。ふう。ではおやすみなさい。